回セルは今なら抽選で買取金額5倍キャンペーン中。お急ぎください。通常の買取金額が抽選で5倍、この額に。はい、バイセルです。キャンペーンやってるって聞いたんだけど。はい、今ならキャンペーン中ですので5倍客にはお得なタイミングです。古い着物でも大丈夫？古くても売れるかわからない着物でも遠慮なくご相談ください。査定額に満足いかなかったら断ってもいいの？査定額にご納得いただけない場合、お断りいただいても構いません。今ならお得だし、来てもらおうかな。今なら抽選で買取金額5倍キャンペーン実施中。0120-07-07-01 0707-07-01まで。おいしい、おいしい、おいしいです。新浜レアです。ご存知ですか？1日1万本以上売れているおいしい酢。伝統製法で時間をかけたまろやかなお酢、みかんの果実酢を加え、すっきりとしたおいしい酢が出来上がりました。飲んでも、つけても、料理にも、いろいろ使える万能酢。全然おいしいです。本当に飲みやすいですね。もったい満足、バランスがいいんですね。もうまろやか、飲みやすい、体にスッと入ってる。やっぱり美味しい酢ですね。もう嬉しくないです。日本自然発酵の美味しい酢、3本セットで3540円、通販限定、なんと送料無料。お申し込みは0120-0141-03、おいしい03まで。おいしい、おいしい、おいしい酢。あなたの知らない京都旅、大人の京都の遊び方。角野卓造さんが映山電車に乗り、力をもらう旅へ。貴船の景色、歴史ある鞍馬寺で神秘のパワーを授かります。ここはちょっと不思議なところですね。活力をいただける美食も堪能。この辺ね、お楽しみに。子供たちが今何て言ってるかご存知？嘘つきは警官の始まりって言ってるんです。
それに対して何も弁解できません。自分でも必死に考えました。なんでこうなってしまったのか、何がいかんねやろか、で思ったんです。間違ってるかもしれませんけど、みんな長いこと警察官やってるうちに最初の気持ちを忘れたんやないか。なんで警察官になろうと思ったのか、警察官になって何をしたかったか、そういう一番大事なことをみんなが忘れかけてるような気がして、偉そうに言ってる私も同じです。上司に嫌われんようにと、そんなことばっかり考えて、けどうちの女房は違うんですよ。お客さんに喜んでもらいたい、その一心でタクシーの運転手になって、その気持ちをずっと今も持ち続けてます。雨の日も風の日もお客さんのために頑張って走ってます。私ね、私そういう女房を尊敬してるんです。自分の仕事に誇りを持ってるこの人、ほんまにすごいと思ってます。学校の先生のことも自分は信じてます。最初はみんな子供が可愛いって先生になったはずです。いろいろ大変なこともあると思いますが、どうかその最初の気持ちを忘れんといてほしいんです。今の憎みはめちゃくちゃです。でもそれは秋山先生への甘えなんです。私の時は子供たちはみんな私を憎んでた。私朝になると体がこわばってどうしても学校に行けなくなったんです。それで担任も降りたんですか。代わりに秋山先生が来ました。